どうもスタンプの吉弘です。どうも長瀬智弘です。はい、なんか火曜日の劇場というですね企画がございまして、サーティーサーティーですな、はい、そうですよ、平日の火曜日にインディペンデントシアターファーストで30分のお芝居をですね、こう2団体が30分ずつやるっていうのをこう交互に上演するという企画があるんです。私も実はそのサーティーサーティー出演させていただくことになっておりまして、11月の10日でございますが、私の、個人ユニットでございます、なるせ家と申します、疑似親子ユニット、なるせ智弘となるせ咲と申します娘がおりまして、その2人で、ユニットを組んでおります。その、なるせ家初めての公演でございます。11月10日のサーティーサーティーにですね、なるせ家ソルト娘とシュガーパパという、親子を題材にした、作品を上演させていただきます。しょっぱい娘と甘い父。そうでございます。そういうお父さんとお母さんとお父さんと娘の会話をね楽しんでいただこうかなと思ってます。こちらはですね、まあ、親子のそういったシーンを盛り込んだ上でのこう面白い話でございます。本当に親子ぐらいの年の離れた2人のユニットでございます。リアルですね。リアルでございます。ぜひぜひ楽しんでいただけたらいいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、場所はインディペンデントシアターファーストの方でですね、予約をすると1800円、そのチケット1枚でこの団体とその時に同じ日にやってるもう一つの公演も一緒に見ていただけるようなお値段になっております。お得だね。お待ちしてます。